皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は正の数、負の数で四則の混じった計算についてお話しします。四則、つまり足し算、引き算、掛け算、割り算、これは混じった計算どうやったらいいかということですね。では最初に乗除の混じった計算、掛け算と割り算が混じった計算についてお話しします。この乗除の混じった計算では割り算の部分、これを逆数を使って掛け算に直して計算していきます。括弧1、6×-2÷4、この割る4ですね、この割り算の部分を掛け算に直します。4の逆数は4分の1ですから、ここの部分かける4分の1になります。一応逆数の説明をしておくと、2つの数をかけた時その答えが1になる、この組み合わせ、これを逆数と言いますね。2つかけたり1になったら、こちらはこちらの逆数、その逆もですね、こちらはこちらの逆数、こういうことです。では 6×-2÷4、 これを掛け算だけの式に直すと、 6×-2×1/4、 こうなります。でここで符号を考えます。符の数は1つ、奇数5入っているので、答えは負の数になりますから、マイナスの符号をつけて数字を括弧の中で掛け算します。 6×2×1/4、 この部分計算すると3ですから、答えはマイナス3、こうなります。括弧2番です。15÷-7/3×-14/5×2/1ですね。割り算はここの部分ですから、ここの部分を逆数を使って掛け算に直します。÷-7/3×-3/7になります。ですから 15×-3/7×-14/5×2/1 になりますね。ここで約分をしちゃいましょう。3と15で15が5になって、3は1になります。7と14で7は1になって、14は2になります。もうこれ以上約分できませんから、これを一応書きますね。5×-1×-2/5×2/1 です。これ符号を考えると、負の数は1つ2つ偶数個ありますから、答えは正の数になります。ですから 5×1×2/5×2/1、 分母の部分は 2×2 で4と、分子の部分は 5×5 なので25と、4/25というのが括弧2番の答えです。では今度四則の計算のルールについて説明します。四則の混じった計算の計算の順番はこうなります。基本的には小学校の時と変わらないんですけれど、中学校になると累乗って入ってきましたよね。その累乗が一番最初に計算すると、その次が括弧の中、そして3番目が乗法と除法、掛け算と割り算、ね、この辺は同じですね。4番目が加法と減法、足し算と引き算と、こういう順番になります。では例の括弧1ですね。括弧-3、括弧閉じ2乗、掛ける9/2引く、括弧5-13、括弧閉じ÷4と、こうなっています。一番最初に計算するのは累乗ですから、ここが1番目と、で次が括弧の中ですから、ここが2番目と、こうなります。イコールマイナス3、括弧の2乗は9ですから、9×9/2引く5-13はマイナス8ですね。マイナス8÷4となります。で次に計算は乗法と除法ですね。乗法、除法、つまりここの部分、この部分が3番になります。
3番ですね。どちらも3番ですね。と 9×9 分の2約分するとイコール2。次はマイナス8割る4ですから、これマイナス2になりますから、引くマイナス2、これ足し算に直すとこうなりますから、2足す2イコール4と、括弧1番の答えは4と、計算の順序これを守るとこういう正解が出るはずです。もう一問やってみます。括弧2番、 6×-4 足す括弧5-3÷2括弧閉じ引く2ですね。この累乗括弧の中、乗法、除法、加法、減法の順番でいくと、まず3÷2、これが1番で、次は括弧の中ですから、この括弧全体が2番。そして次は、乗、除ですから掛け算の部分が3番。こうなるんですけれど、もう暗算でできる部分は暗算でやっちゃって時間を節約しましょう。3÷2は9ですから、括弧の中5-9ですよね。5-9はマイナス4ですから、もうここの部分は暗算でやってください。そして 6×-4 はマイナス24プラスマイナス5-9ですからマイナス4ですね、引く2。これを計算するとマイナス30と、ね、暗算でできる部分は暗算でやっちゃうと時間の節約になります。今回は正の数、負の数の四則の混じった計算についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。